ワシントン海軍交渉は、かつて、ワシントン DG 南東部に存在した、アメリカ海軍の造船所及び兵器所、米国海軍の最も古い陸上施設である。跡地は、現在米海軍の式典に使用されるほか、行政センター、アメリカ海軍作戦部、海軍歴史センター本部、海軍犯罪捜査局海軍原子炉事務所、海兵隊学校等、各種組織が存在する。 かつては海兵隊歴史センター本部もあったが2006年にクアンティコに移動した。ワシントン海軍交渉は1973年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録され、1976年5月11日にはアメリカ合衆国国定歴史建造物にも指定された。ワシントン海軍交渉の敷地は1799年7月23日に 法律に基づいて購入され、1799年10月2日に海軍に移管されたことから、この日を設立日とした。交渉の建設は、初代の海軍長官であるベンジャミン・ストッダーとの管理、及び、初代の交渉長であるトーマス・ティンジー大将の指揮により進められた。ティンジーは、その後29年間、交渉長を務めた。1800年時点の最初の境界線は、 ワシントン DC の9番街と M ストリートにあり、現在も交渉を取り囲んでいた白いレンガの壁が北側と東側に存在する。翌年、肉画が追加購入された。交渉の北の壁は監視所と共に1809年に建てられ、現在はラトラオブゲートとして知られている。米西戦争中の1814年にワシントンが焼き打ちにあった後、ティンジーは 火事と略奪への対抗策として、東の壁を10フィートに高くすることを推奨した。交渉の南側の境界はアナコスティア川である。西側の境界は未開発の沼であった。後に土地が不足してくるとアナコスティア川に沿って埋め立てを行い、対応した。その最初の年、ワシントン海軍交渉は海軍最大の造船所及び偽装工場となり、 昭和70フィートの砲艦から、台は246フィートのスクリューフリゲート、ミネソタまで22隻の艦艇が建造された。1812年にはコンスティチューションが修理と戦闘準備のため入居している。米英戦争中、ワシントン海軍交渉は支援設備としてだけでなく、首都防衛の戦略拠点としても重要で、英国軍がワシントンに進撃してきた時、 交渉を守り抜くのは不可能であった。ティンジーは首都が燃え上がるのを見ながら敵の手に落ちるのを防ぐために交渉を燃やすように命令した。ティンジー自身の地域及びラトローブゲートは炎から免れた。どちらの建物も現在はアメリカ合衆国国家歴史登録罪となっている。米英戦争終了後、ワシントン海軍交渉は再び造船所としての 名声を取り戻した。しかしながらアナコスティア側は、水深が浅く、大型艦艇の概要との交通は難しかった。このため一世紀以上をかけて、交渉の主力は、兵器の生産と技術開発に移行していった。交渉には、米国の最も初期の蒸気機関が設置され、怒りや腐り、さらには、船舶用蒸気機関の作成が行われた。 1862年頃のワシントン海軍交渉。着色リトグラフ1917年頃のワシントン海軍交渉の魚雷工場南北戦争中、交渉は再びワシントン防衛の重要地点となった。交渉長であったフランクリン・ブキャナンはジョン・ダール・グレン中佐に後を委ねて交渉を去り、南軍に身を投じた。エイブラハム・リンカーン大統領はダール・グレンに 絶大な信頼を置いており、しばしば交渉を訪れていた。有名な総甲艦モニターは、南軍の総甲艦バージニアとの、ハンプトンドーズ海戦の後、ワシントン海軍交渉で修理された。リンカーン大統領暗殺事件の共謀者たちは、逮捕の後、交渉へと連行された。実行犯のジョン・ウィルクス・ブースの遺体は交渉に、経留されていた、モニター艦門トーク上で検視され、 本人確認がなされた。戦争終了後も交渉は技術進歩の中心であり続けた。1866年、ワシントン海軍交渉は海軍の全兵器の製造工場となった。1893年1月にはテオドール・ジョエル・中佐が武器部門の責任者となり、1896年2月までその職にあった。グレート・ホワイト・フリート及び、 第一次世界大戦の艦艇に搭載された兵器もワシントン海軍交渉で作成された。第一次世界大戦フランス戦線で使用された14インチ列車砲も本交渉で作成されたものである。第二次世界大戦までにはワシントン海軍交渉は世界最大の軍事工場となっていた。ここで設計、製造された武器は米国が関与した1960年代までの 各所の戦場で使用された。再生時には、交渉の敷地は126エーカーに達し、188の建物で2万5000人が働いていた。精密な工学装置の部品から巨大な16インチ砲まで、すべてここで製造されていた。1945年12月、交渉は、米海軍重砲工場に名称変更された。兵器の生産は、 大戦後も1961年まで続けられた。3年後の1964年7月1日、ワシントン海軍工廠の活動は終了した。工場の建物は事務所に転用されることとなった。1960年頃の実験用、水槽ワシントン海軍工廠では様々な科学技術上の発明が行われた。ロバート・フルトンは米英戦争中に 次元式の嫌いの研究と試験を行っている。1822年、ジョン・ドジャース大将は大型艦のオーバーホールのため、米国最初のエアゲ装置を据え付けた。ダールグレン中佐は、ダールグレン砲を開発し、これが南北戦争までの主力兵器となった。1898年には、デビッド・テイラーが戦隊形状の設計用として模型を用いて、 水の抵抗を測定するための水槽を開発した。最初の官邸用カタパルトは1912年にアナコスティア川で試験された。風洞は1918年に設置された。パナマ運河公門用の巨大な歯車もここで鋳造された。交渉の技師たちは技種、義眼、技師の設計にも関与した。ワシントン海軍交渉での施設団、聖師、新見正マ 福島垣の政、ま観察、小栗忠政、官情報組頭、森滝世行き、外国奉行と支配組頭、成瀬聖天、外国奉行支配領番拡長役、塚原正義ワシントン海軍交渉は、米国の首都への儀式的なもんでもあった。1860年、日本からの最初の外交施設が交渉を、訪問している。目付であった、小栗忠政は、 その設備に感銘を受け、近代工業の象徴として、交渉で生産されたネジを持ち帰った。当時のニューヨークタイムズはグリが近い将来、日本にこのような施設を作りたいと語ったと報じているが、これは後に横須賀造船所として実現した。その他にも、チャールズ・リンドバーグは、1927年の有名な大西洋横断飛行成功の後、 ワシントン海軍交渉へ戻ってきた。英国のジョージ6世もワシントン滞在中に交渉を訪問した。現在は海軍博物館があり、また駆逐艦バリーも博物館として一般に開放されている。バリーはワシントン地区の指揮官交代式典にしばしば利用されている。ありがとうございます。